こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのは新興ラブリーレディアイス。この馬も好スタートを切りました。イージーシスティーナ前に行きそうです。ジェイコカルメンそれに続いています。さらには新興ラブリー4番星ブリーパーフェクト、その後ろマリアーズストーム、後方からもう一度先頭から先手を取ったのはイージーシスティーナ、7番新興ラブリー2番手を追走しています。黒の帽子ジェイコカルメン、その後ろすぐ隣にソルエイブル、マルターズウィッシュ、それに続いていますレディアイス、すぐ後ろその隣にグリーンブリッジ、ライラックスクワート、すぐ後ろオレンジの帽子ピクシージュピター、その後ろこの辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。もう一度先頭から先手を取ったのはジェイコカルメン、7番新興ラブリー2番手を追走イージーシスティーナ、すぐ後ろその後ろにマルターズウィッシュ、サニーキャスト、すぐ後ろピンクの帽子レディアイス、その後ろデイズパフューム、そのうちに続いています。その後ろにマリアーズストーム、緑の帽子ライラックスクワート、その後ろすぐ隣にピクシージュピター。さあ先頭はサニーキャスト、ここで先頭が入れ替わりました。新興ラブリーサニーキャスト2番手に控えました。ソルエイブル3番手、さあ新興ラブリーこのまま逃げ切れるでしょうか。新興ラブリー先頭、あと 200m、 新興ラブリー先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。新興ラブリー差を広げる。2番手はマルターズウィッシュ。新興ラブリー1着、新興ラブリー完勝。新興ラブリー1着、2着以下は混戦です。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。新興ラブリー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはアースマター、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してアースマター花に立ちます。その後ろからはモンロージーニアス、この馬も上がっていく構えです。さらにはスマートスクワート、14番ミルパール、その後ろアイランドスプリング、後方からもう一度先頭から見ていきましょう。アースマター先手を取りました。2番手に12番大気ブリザード、緑の帽子ブレイブスポート、その後ろすぐ隣にスマートスクワート、その外にミルパール、ラッキーモンロー、そのうちに続いています。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。もう一度先頭からアースマター先手を取りました。12番大気ブリザード、2番手を追走しています。緑の帽子ブレイブスポート、その後ろすぐ隣にスマートスクワート、その外にミルパール、オレンジの帽子モンロージーニアス、その後ろすぐ隣にラッキーモンロー、その外からナショナルマジェスリー、内からはサマンサチャイナ、その隣にファントムコネクション、その外にエクスチェンジフレイズ、そのうちに続いています。その後ろにアワッド、しんがりからアイランドスプリング、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ7番アースマター、2番手は大気ブリザード、絶好の手応えです。ブレイブスポート、3番手大気ブリザード、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はアースマター、ブレイブスポート、その後ろ大気ブリザード、後位を追走。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。アースマター先頭、大気ブリザード先頭、あと 200m、 先頭はブレイズ、残り 100m、 ブレイズ先頭、大気ブリザード追いすがります。ブレイズ1着、2着にはどうやら大気ブリザード、ブレイズここは負けられない。本番に向けて順調なスタートです。
こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ハーズテキサス、好スタートを切りました。トロットサンダー、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してノースキャロット、花に立ちます。その後ろからはターフテキサス、この馬も上がっていく構えです。さらにはトロットサンダー、11番フライトワルツ、その後ろ。前に戻りましょう。先手を取ったのはウエスタンアヘッド、2番手に4番トロットサンダー、グリーンゴージャス、すぐ後ろ。その外にフライトワルツ、フェアスイフト、そのうちに続いています。黒の帽子ジャングルフライト、その後ろターフテキサス、すぐ後ろ。並んで14番レイディシャール、ファイティングミサイル、それに続きます。その隣にエイティビーズ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。ラグビーポート、2番手はトロットサンダー、絶好の手応えです。フライトワルツ、3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭変わってトロットサンダー、トロットサンダー先頭、引き離しにかかる。あと 200m、 トロットサンダー先頭だ。後続を大きく引き離しました。後続の足はどうか。完璧です。圧倒的な強さを見せましたトロットサンダー。1着、2着はファイティングミサイル、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。トロットサンダー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。リーピングフォレスト、前に行きそうです。マウントウィング、それに続いています。さらにはアフターモンロー、2番ファッションシバリエ、その後ろ。それでは先頭からリーピングフォレスト先手を取りました。黄色の帽子レモンスフレ、その後ろ。好位置をキープしています。ベガ並んで2番ファッションシバリエ、その外にマウントウィング、スキーパラダイス、そのうちに続いています。その外にヴィーナスドライ、白の帽子クドジェニー、その後ろ。その後ろからはスピードシャレード、ケンタッキーピクシー、そのうちに続いています。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはアフターモンロー。さあ先頭は依然として15番アフターモンロー、2番手はリーピングフォレスト、3番手にベガ、絶好の手応え。さあベガ逃げ切れるか。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭変わりました。先頭はベガ、あと 200m、 後続を引き離しにかかります。ベガ抜けた、このまま決まるのか。2番手はスキーパラダイス、ベガ独走、ベガぶっちぎりです。ベガ1着、2着以下は混戦です。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ベガ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあ直線に入りました。これからの勝負。ここで先頭はサードノワール、サードノワール、先頭。あと 200m、 サードノワール先頭だ。残り 100m、 サードノワール先頭。2番手はカフェデター、サードノワール今ゴールイン。
段違いの強さです。サードノワール1着、2着以下は混戦です。見事に勝ちました、サードノワール。最速の名をかけてスプリンターたちがここ中山競馬場に集結しました。瞬きする間もない電撃の芝六波論戦、さあ G1 スプリンターズステークスの発走です。さあ最後は大外枠のオグリローマン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました、桜爆心王、好スタートを切りました、綺麗なスタートを切りました。勇気トップラン前に行きそうです、勇気トップラン競りかけていきました。桜爆心王好位をキープ、稲妻隆王そのうちに続いています。内からは堀のウイナー、その外からボディーガード、その隣にカワッチトリビュート、その横にテレマーク、その外にメジロプロミス、その隣にウエスタンシャイン。さあ先頭はボディーガード、2番手は桜爆心王、これは絶好の手応え。さあ桜爆心王逃げ切れるか、後続集団も追い上げにかかります。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭に立った桜爆心王、差は3馬身、後続の手応えもいい、残り 100m、 これは強い。2番手は河内トリビュート、桜爆心王、独走桜爆心王、ぶっちぎりです。桜爆心王1着、2着は河内トリビュート、桜爆心王、春の高松の宮記念に続き秋のスプリンターズステークスも制し、国内スプリント界の頂点に立ちました。